まあ、オクタゴンに、ね、デスマッチを極める上では一度は足を踏み入れておくべき場所ではないかと判断しまして、まあ、ノールールデスマッチという書き方されましたけど、やっぱり一度くぐっておかなければならないなと思っています。松永さんの中ではバリトルさん、アルフィネットファイト、フリーファイトという形のものはデスマッチと判断されている？もうデスマッチと判断しています。今日はもうとにかくね、寝技に持ち込まれる前に打撃で仕留めてやりたいと思います。Greater country to be in to compete in martial arts or no holds barred fighting as the country of Japan. And when I step into that octagon, I want to show you the greatest match you have ever seen.ネットで一躍名を馳せました。しかしもちろんプロレスもかなりのキャリアを誇っています。それにしても対する相手、この松永光弘選手です。火でも焼かれた、釘もガラスもピラニアもみんなやった、オクタゴンなんかにはビビるわけがない松永光弘。身長180センチ105キロ、そして今名乗りを受けるのがダンスバーン選手です。ゆっくりとオクタゴンの中を歩いています。やはりこの人がオクタゴンの中を歩くとなんとなくこう騒然としますね。そうですね。ダンスバーン選手、95年の SEG 派の王子、アルティメットでは優勝を誇っています。さて堀田選手、はい、どのように予想を立てていいのか全く見当がつかないという意味ではこういうカードなんですけれども、どうご覧になりますか？いやーね、松永選手が どういうふうな形でこう出てくるかが、はい、そうですね、そうですね、まあ、松永選手、はい、なぜこの大会にエントリーされたかといいますと、主催者側からは元空手家であるという精神会館出身の空手家なんですね。はい、ああそういえばそうだったなと言ってらっしゃるプロレスファンの人がたくさんいるかもしれませんが、しかしあれですね、いでたちはあの黒の上下、空手家を思わせるような思想、そして構えも今回は空手家として臨んでいます。さあダンスバーン選手、早くも上になりましたね。さあ怪力で持ち上げて叩きつける。いいねいいねいいね、がっちり四方を固めています。ボディスクワッシャー、やってくれーやってくれー、どんどんやってくれという感じです。さあダンスマン選手2連発、そしてフロントで投げました。すごい頭使って、今頭から落ちましたね。さあ松永選手、これで散ってしまうんでしょうか。リングサイドにはまだ見せるんじゃないですか、なんかさあ場内にはインディーフリークスの声も高く響いております。松永選手を何か一つ見せてくれというところであります。しかしこの怪力でもう一度叩きつけるいいね。やはりダンスバーン選手ぐらいの、まあ、なんていう腕力とそして経験でいきますと、こういったこともどんどんできちゃうわけですね。どんどん落ち着けます。ちょっと表情が曇っています松永選手です。北田選手はこのダンスバーン選手がお気に入りということなんですが、と言っている時に早くもお気に入りのダンスバーン選手
がっちり脇を刺し取ってしまいました。すごい、やっぱりかっこいい。ワンサイドの勝利です。あれね、投げたやつがね、はい、もうちょっとセンターだったらね、はい、うまく綺麗に決まってたよね。あのそうですね、フロントスープレックスに投げたというか、見せてくれました。ダンスマン選手、そして松永選手は、何もすることができませんでしたと、申し上げるほかありません。もうちょっと見たかったですね。そうですね、許して先発だと思ってきたときにはどうしようかと思ったんですが、ここはやはりというか、形的にはダンスマン選手の圧勝ということになりました。 Well, before each competition, I like to get in and to check out the environment. Now, this ring, had a harder surface than most. And it's hard to go into a match saying, this is what I can do, because you never know what your opponent's going to do. So you go out there with a basic idea, okay?This is what I'm going to look for if I'm on the offensive. If he's kicking, maybe I can go for a different technique. You go out with a very broad diversification, and from there, whatever happens. There really is no time to think, only time to react and to do. Especially the way the noise was coming, it's even hard for me to hear my own corner of support.まあ、こういうことをね、こういうものを使ってほしいっていうファンやね、関係者の方、期待してたかもしれないですけど、使ってね、そんな1秒、2秒で反則負けになって終わってしまうようなことはしたくなかったし、やっぱり王者に対する礼儀だと思って、試合は正々堂々とやろうと思ってました。なんか向かい合った時はなんかアンドレでやってるような感じでしたね。直に普通に会った時はそんなにすれ違ったりしてる時はそんなに大き思ったより大きくないなと思ったんですけど、実際にはなんか本当アンドレでやってるような、なんか戦ってる最中もなんかそんな感じがしましたね。とにかくマットが硬いんでもろに立てつけられるの、あれで気を失わないようにしてるのが精一杯だったかなと思います。